皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。ハドソンより1994年7月22日にスーパーファミコン用ソフトとして発売されたアクションゲーム PC エンジンの人気作 PC 幻忍の SFC 版。敵頭の幻忍を操作し、頭突き攻撃で敵を倒していく。キングタマゴドン三世の罠にはまった幻忍が元の時代に戻るため孤島や宇宙など様々なステージを冒険する。色付きキャンディや肉を食べることで様々な姿に変身したり、体の大きさを変えることができ、多彩なアクションを楽しめる。ストーリー、幻忍、PC 幻忍、本作ではスーパー幻忍、散歩している途中に大きな肉を見つける。しかし、それは宿敵キングタマゴドンアイアイアイオの罠で、罠にかけった幻忍はタイムスリップされてしまう。幻忍は巨自由の住む島や、月、宇宙、機械星、亜空間などを、元の時代へ戻るために冒険に向かうのであった。旧作と同様、ポンクをメイン攻撃方法として主人公の幻忍を操作する。ラスボスもおなじみのキングタマゴドン三世。スピンポンク、三角飛び、大車輪、根性登り、滝登りといったアクションも踏襲している。花を取るといけるボーナスステージも健在。ただし、ボス撃破後のボーナスステージはなくなった。さらに本作には、PC 幻忍さんのキャンディによるサイズ変化が採用されている。青いキャンディを取ると巨大化して、デカ幻忍に、赤いキャンディを取ると縮小化して、豆幻忍に、黄色いキャンディを取ると通常サイズに変化する。サイズごとに異なった技が使用可能なほか、デカ幻忍だと攻撃力が上がるが当たり判定が大きくなり、狭い道もやパイプも通れない。豆幻忍だと逆に攻撃力は低いが、当たり判定が小さく狭い道も通れるといった違いがある。豆状態だと足早攻撃に使え、壁に反射する絶叫攻撃が可能。デカ状態だとニコちゃんチップを消費して特殊技を使うことができる。今回はダメージを受けてもサイズは元に戻らない。またデカ状態は前作ではデカすぎたせいか少し小さくなっている。肉によるパワーアップも健在だが、今回もまた変身形態は一新された。今回は顔だけではなく胴体も変わるようになった。パッケージによるとダーウィンもびっくりの進化論だそうな。ゴルゴ幻忍、一段階パワーアップ。名前の通り53のような顔つきに、しかもマネゴルゴ状態で出す絶叫はスナイプというそのものズバリな形態。ディレクターの吉川翔一氏がゴルゴ13第一章神の間のゴークレに関わっていた関係だろうか。従来の一段階目と同様、グランドボンクで画面全体の敵の動きを止められる。
通常サイズでは敵の動きを止める金縛り光線が撃てる。デカゴルゴになると鳥のような姿になり、卵爆弾を生んで攻撃が可能。にょっへ、現人。二段階パワーアップ。名前も見た目も言っちゃった形態。この形態になると一定時間無敵になる。従来の二段階目と同様、ブランドボンクで画面全体の敵にダメージを与えられる。通常サイズでは舌を伸ばして攻撃する。デカニョッヘになると体が防怪獣のような姿になり、一定時間透明になれる。ただし、デカ状態だと攻撃方法が尻尾で叩くものになってしまうので、ボンクが一切できなくなる。神現人。従来同様、現人が押しつぶされるとなぜか神化する。キャンディを取ると元に戻る。今回は神現人の姿で、シューティングゲームを行うステージが存在する。バネ花はジャンプ台になる黄色と、アイテムや敵を放出する赤、肉を放出するオレンジの3種類で、青や緑は廃止された。今回はステージごとにサブタイトルが付けられている。また、ステージ間にはストーリーを表現するデモシーンが用意されている。評価点。アクションの楽しさは健在。従来の基本アクションは一通り揃っており、シリーズの集大成とも言える出来になっている。タイトルの、超、破綻なるハードネタではない。シリーズ最大級のぶっ飛んだ世界に。もともと、原始時代に現代や SF を織り交ぜたカオスな世界にを作り上げていたシリーズだが、本作はその中でも高等無形さ、壮大さは群を抜いている。まずオープニングからして現人が、キング卵丼さんよのなぜか、ご丁寧に、罠、と書かれた盾、札のある罠によって現代日本に飛ばされるという幕開け。というわけでステージ1は現代の街なのだが、ステージが進むと巨人竜の体内を縦宇宙に飛び出し、月面の遺跡、人工星内部、亜空間と凄まじいスケールにまで発展していく。もはや、原始時代は終盤のみ。ステージ4の序盤は惑星サイズにまで巨大化した現人で宇宙を進む。大きさまとない意味でも壮大。次のマップに移ると、おそらく元に戻るが、その舞台となる水星帝国はで、スターのような巨大宇宙要塞。過去作のような時代錯誤的要素を通り越して、一気に SF 感が増す。ラストバトルではさらに、大きさまとない意味で、壮大な展開が待ち受ける。ラスボスにとどめを刺す際の演出もこれまたぶっ飛んでいる。ネタバレ。自ら巨大化して現人を倒そうとしたキング卵丼さんよだが、現人に巨大青キャンディーを取られて同サイズに巨大化され、最後の戦いを演じる。現人が勝つと、卵丼のメカからさらに巨大な青キャンディーが飛び出し、それを取った現人はもはや画面に収まらないほどにまで巨大化する。最後のミッションはその超巨大化現人を操作して卵丼のメカを踏みつぶせというもの。最後の最後まで壮大なスケールで展開する。ちなみに最終ステージのタイトルは史上最大の超決戦、まさに最大であった。進化したグラフィックによる多彩なステージ。おなじみキャラのグラフィックやアイコンなどは PC 現人さんから色数が増えたぐらいでほとんど変わっていないが、ステージは格段に進化。背景まで細かく書き込まれており、さらにステージのバリエーションが大幅に増えたことで飽きずに、ステージに挑戦していける。ステージ1の最初のマップは、現人が雷門を破って、出てくる通り浅草がモデルであり、朝日ビール本社の有名な鐘の炎のオブジェまで再現されている。怪獣の王、子ではない。ステージ2の巨人竜の住処が、なぜか現代風の家。テレビもベッドもある。どんな巨人竜や。しかも巨人竜の体内への入り方は、グラスに注がれたジュースの中を泳いでストローに入り、そのまま飲まれるというなんとも、おかしな方法である。過去作にも体内ステージは存在したが、この巨人竜の体内では迷路状になった脳みそを、進んだり、血管を泳いで進むことになる。ステージ4序盤では前述の通り太陽系の宇宙空間を飛び回るマップなのだが、背景で動く惑星に名前が律儀にも表示されている。ストーリーは一本道だが、ステージの攻略ルートは複数用意されており、ショートカットしたり隠された子ステージに行けたりと探索の楽しみがある。
サイズ変化によって行ける場所が異なる場合があるので、複数プレイで新たな発見をすることも、従来同様マップごとにやたらコミカルな名前が付けられているが、今回は入り口の縦札に書いてあるのではなく、画面右上に表示される形式に常に見えるのでマップの印象を強めている。ただの地名の時もあれば、攻略のヒントになっている場合もある。今回はボス部屋にも名前があるのだが、なんとそのボスの弱点ズバリである。ハード移行によって BGM、SE を大きく進化。BGM はシリーズらしいコミカルなものから、迫力のあるもの、シリアスなものまで幅広い。ハドキドキ、で流れる、鼓動の、ハート、無重力マップで流れる、ゼロ、グラビティ、ゲームオーバー曲などの穏やかな曲調も、あれば、地下洞窟などで流れる、アンダーグラウンド、溶岩洞窟、といった不気味な曲、有名な、剣の舞、のアレンジ、エンジンルーム、や、アメダ彗星、で流れる、大彗星帝国、といった緊迫感のある曲も、用意されている。特に、文字のルーム、亜空間、で、流れる、トワイライトスペース、ハソの中でも、異彩を放つほどの格好良さから高い人気を、誇る。現人や一部の敵は攻撃を、食らうと、わぁ、などと声を、上げる。悲鳴ではあるが悲痛さはなく、むしろ愉快な演出であり、本作をよりコミカルに彩っている。また、今回のボスは爆発音が、妙にリアルで迫力のあるものになっている。デカ原因の特殊技が、首チョンパ攻撃。その名の通り首をチョン切って、頭を転がして攻撃する。演出はコミカルになっているが、人によっては気持ち悪く見える。しかも性能的にも微妙。問題点。無敵のなりやすさ。2段階パワーアップで簡単に、無敵になれるというシリーズの、使用上、仕方ない部分もあるのだが、今回は肉がかなり配置されており、テンポよく進むと肉を取り続けてずっと、無敵のまま進めることすらある。いくら難易度が抑えめとは、いえ、この点はぬるすぎるという声も。また、無敵になると無敵専用曲に、変わるので、せっかくの良い BGM がなかなか、聞けないということもある。ボスの強さにもばらつきがあり、弱いボスは本当に弱い。多くのボスが弱点を攻撃し放題なので、無敵時間の短いボスならハメが、通用する。また、デカ状態だと攻撃力が、高いのであっという間に、決着がついてしまう。逆に言えば豆状態だとなかなか、倒せないことでもあるが、ステージ1の、ブルムーン、無敵時間が短く、下からジャンプしてハに頭突きするだけで、倒せる。ヒント通りに頭を攻めてもやはりすぐに、爆散。ステージ2の、ビフィズスグレート、も、攻撃らしい攻撃もしてこないので、弱点に頭突きするだけ。一方狭いのでデカ状態だと、接触ダメージを受けやすくなってしまうが、ステージ4の、ブフーバー、弱点の当たり判定は小さめだが、攻撃し放題なのは変わらず。一方でステージ3の、ラビルーナ、ダメージモーションが長いので、簡単にハメで倒すことはできない上、最大体力をも減らしにかかってくる。一応、スピンボンクを活用すれば、ハメられないこともないが、相当な連打が必要である。また、ステージ5の、オニックス、特定のタイミングでしか攻撃が、当てられず、それまでのようなハメ先行は一切通じない。ラスボスは第3形態まであるが、一定時間耐えるだけの第1形態を、除き、いずれも突進しかしてこない。しかしフェイントを多用するのでなかなか、攻撃を当てられず、CE というよりは面倒な相手になっている。デカ状態での特殊技はコストが、かかる割に益に立たない。特にデカゴルゴの卵爆弾は使いところに、困る上、爆発は自分にも当たり判定がある。一方、デカミョッヘの透明化は攻撃や、
狙撃系すら無効にするという高性能で、終盤にはそれを駆使して、進むシーンすらあるほど。ただしニコちゃんチップの消費が、所持数の2分の1と多めな上、時間制限で効果が切れるまではアイテムも、取れなくなってしまう。ハードが移行してもセーブや、パスワードといった中断機能はない。全6ステージだが、1つのステージが結構長いので、クリアまでには相応の時間が、かかる。しかし電源を切ればまた最初からなので、ぶっ通しでプレイしなければならない。せめてもの措置なのか、ステージ2ではテレビの電源を、オンにしてから入るとステージ3に、ステージ3ではボス戦前に、隠しルートを通るとステージ5まで、それぞれワープ可能な5ステージが、存在する。2人プレイの廃止。PC 芸人さん、では可能だったのだが、本作は完全1人プレイ用になっている。捕食雑魚の存在。前作にも登場した、芸人を捕食する雑魚。うっかり接触すると食われてその体内の、5ステージに飛ばされる。胃液の中などを通って出口、つまり直腸、に、たどり着くと元の場所に戻る。最初のうちはインパクトがあって、面白いのだが、そのうちただ店舗を阻害する存在となり果てる。これが何体もいるマップも、存在し、しかも種類も増えている。食われずに倒せばいいことではあるのだが、一部の面倒な敵。恐竜っぽい敵や隕石は、当たってもダメージはない代わりに、ニコちゃんチップを半分にされてしまう。しかもいずれも無敵。さらに後者はスピードが速く、画面外からでもいきなり飛んでくる上に、大きく、挙句の果てには宇宙空間ゆえにこちらの、操作がしづらいという始終。数がそれほど多くないのが、救いだが、非常に面倒。一部のミニゲーム、ポンプを押してプロペラチップを、膨らませるゲーム、制限時間は25秒。クリアにはギリギリのタイムだが、なぜかポンプは必ず画面右端、芸人は左端からスタートするせいで、ポンプにたどり着くだけで2秒はロスしてしまう。つまり、実質23秒。なぜこんな配置に？意地悪としか思えない。ストーリーイベントでテキストが、ほとんどない。明確なセリフはラストステージ前の、デモでキング卵丼さんよが、わずかに喋るだけで、あとはラストシーンの、覚えてろよ、だけ。ボスは一言も喋らないし、ステージ間のデモではセリフも、なく芸人が落ちたり吹っ飛んだりするだけ。長々とストーリーを説明するようなゲームではないとは。いえ、今回は超展開に次ぐ超展開のぶっ飛んだストーリーなので、だんだん理解が追いつかなくなる。特に中盤はなぜここを通るのか、何が起きているのかがわかりにくい。水星帝国とは結局何だったのか、キング卵丼さんよの、最後の、手段、など、勢いで察するしかない。登場人物と呼べるキャラも、芸人と卵丼ぐらいしかおらず、プリンセス、ドラゴンなどの過去作キャラも、登場しない。そのため、今回はスケールの壮大さの、割にストーリー自体は、卵丼の、装置で未来に飛ばされた芸人が、いろいろなところを巡って原始時代に、戻り、卵丼を倒す、と、極めてシンプルにまとめられてしまう。シリーズ特有の面白さに、加え、ハード移行による演出の、進化とぶっ飛んだ世界にの、まさに、超、な芸人である。無敵のなりやすさはアクションゲームに、慣れている人に早やぬる印象もあるだろうが、ゲーム全体がぬるゲーになっているわけではない。シリーズファンも、ライトなアクションが好きな人もやって、損はないのだが、押しむらくは口述の通りバーチャルコンソール配信が、終了してプレイのハードルが、高くなったことか。余談。あとに今作の続編、超芸人に、が、発売された。本作のシステムを踏襲しているが、舞台が原始時代に戻ったことで、雰囲気は過去作に近くなった。シリーズでも地味な印象が、拭えず、海外でも発売されていない。
バーチャルコンソールでも配信されなかった。堅実な作りで決して出来が悪いわけではないのだが、大味ながら爽快なアクションとド派手な演出が売りのシリーズだっただけに、地味で手堅くまとまったにはあまり高い評価を得られなかった。ネット上の情報も非常に少なく、かなりマイナーな作品になっている。もはやキングタマゴドンさんよの口癖覚えてろよ。なぜか敵側の合言葉のごとく、たまごどん以外にも連呼され、ラストシーンでもいつも通りたまごどんの覚えてろよと続くの表示で終わっている。しかし結果としてこれがリメイクを除くとシリーズ最終作になってしまい、覚えられず続かなかったという悲しい結末に。海外では携帯アプリのボンクスリターンがリリースされているので一応報われている。海外でもスーパーボンクのタイトルで発売されたが、冒頭の浅草の街がチャイナタウンに変更されている。 Wii バーチャルコンソールでは PC エンジン3部作や PC 電人とともに本作も配信されていた。しかし PC エンジンの4作は WiiU バーチャルコンソールでも配信されているが、本作だけはそちらでは配信されず、Wii ショッピングチャンネル終了に伴って本作の配信も終了してしまった。とある場所から入れる隠しステージ扱いの紙シューティング面のニコちゃんアイテムには、なぜか実写取り込みの人物の画像が使用されている。扱いとしては単なる特典アイテム。ステージ3のボス、ラビルーナと戦うマップの名前が耳が感じちゃう、単純に耳が弱点というだけなのだが、本作唯一の女性型ボスということもあってよく、卑猥に聞こえる、とネタにされる。また、ステージ1のボス、ブルムーンのマップ名は、頭が弱い。別の意味にも見える。坊主の SE が怖いというか、悲しげで暗い気分にさせる。実際、ゲームオーバー時に現人が倒れた時やミニゲームでのタイムアップでもこの SE が流れるので、そういう用途で作られた音なのがわかる。なぜこれが坊主音なのだろうか、概要。PC 現人シリーズの初のスーパーファミコンソフト。もともとが PC エンジンにちなんだタイトルだったため、本作もハードに合わせて超スーパー現人となっている。ゲーマーの意見、消しゴムの意見、キャラの動きが同ジャンルの作品と比べて呪い。これはこのシリーズが抱える欠点の一つです。内容は全6ステージ構成のアクション。操作系統を見ると、十字キーで移動、 B ボタンでジャンプ、 Y ボタンでボンク、 X ボタンで攻撃とシンプルで、 B ボタン連打で壁をよじ登る、鉄棒のように足場を掴んで回転する、真上にいる敵をジャンプでマッスルリベンジャーのように突き上げると多彩な動きを披露します。実際にプレイするとパワーアップアイテムを取ることで現人がゴルゴになったり、頭から湯気を出したりと大きくなるか小さくなるかしかなかった PC エンジン版よりも多彩で、小さくならないと通れない場所があるスマイルを払って乗り物に乗ると思考を凝らした作りでプレイしていて飽きない。冒頭で指摘した点に加えて、難易度が低いことも響いたため、評価は、良い、です。新年、明けましておめでとうございます。ブランドン、の意見。SFC 版は、確かにまであったんじゃないかな。どっちかは、多分プレイしたことないです。プレイした方も、クリアしたかどうかは覚えてません。バレリーナ現人、カメレオン現人、チビ現人など、バリエーションは多かったですね。個人的に、よっ兵戦車で街を壊しながら進むミニゲーム的なステージが、好きでした。難易度は、結構高かったんじゃないでしょうか。赤い彗星のシャアの意見。ノーマル現人の攻撃手段は頭のみ。
空中から頭を下にしたりして、ダイブしたり、頭突きで攻撃して先に進むアクションゲーム。ペンギンは肉やキャンディを取るとパワーアップすることが、でき、ピンクの肉でバレリーナ、緑の肉で泥棒芸人、キャンディでチビ芸人のように、バリエーション豊富。個人的に好きなのは怪しいメガネをかけてるカメレオン芸人。舌を伸ばして日頃いけないところや、高いところのアイテムを取れますが、見た目は完全に変態。テンポよくストーリーが進行するし、難易度も簡単すぎず、難しすぎずでちょうど良い難易度。スライティングなどの後の顔の、擦れた後の顔など細かく、作られたところが笑いを誘う。やっぱり丁寧に作られたゲームは良い出来の、ゲームになる必須条件でしょうね。評価は、とても良い、です。ガンナーの意見。やったのは2回しか覚えていませんが、結構楽しかった記憶があります。肉へ送って戦車、らしきものに変身してビルを壊していくとかペンギンになったり、ミミズになったりとバカっぽさがかなり出ていて面白かったです。ラスボスだったかはあまり覚えていませんが、頭がすごくでかくなる。緑色のボスはとても笑いました。芸人のいろんなリアクションも面白かったですね。宇宙刑事ジャンジャバンの意見。PC エンジンで人気を博したアクションゲーム PC 芸人のスーパーファミコン版ですな。読みはスーパー芸人でしたっけ。人間離れした体力を持つ二頭身の芸人が恐竜などの敵を相手に頭突きなどをかまして大暴れするのでした。そういえば昔はこの手のアスレチック系アクションゲームが結構ありましたよね。Woo!
You
Thank you.